ちょっと粒々しいものですけど、食感もまた変わって、タレがですね、粒々入っていますほうごま味噌だれで甘めになりまして、もう一つはお醤油だれであっさりめでございます。どちらでも、お好きな方で、はい、大丈夫です。こちら一味もどちらにもお使いいただけますので、お使いください。